にちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。久々の登場。よろしくお願いします。はい、今日は、ハーフアレンジをするんですけど、うん、やり方はとても王道なんですけど、ちょっと見た目は大人っぽいハーフアップアレンジをやっていきたいと思います。はい、ハーフアップをした時に、まあ、緩みやすかったりとか取れやすい方とか、あとは結構ハーフアップってちょっとこう子供っぽく見えてしまう方におすすめの、今回のアレンジになっていますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。表面のこのぐらいの耳ぐらいのところまでしっかり髪の毛を取ります。後頭部ぐらいまでしっかり下に下げて、この位置でゴムで結びます。トップの部分とゴムの横を2箇所をほぐします。サイドの髪の毛をゴムの上に持ってきます。ゴムの上で結びます。ゴムを少し下にずらします。ここに空洞ができるので、上から髪の毛を入れてくるリンパをします。もう一度くるリンパすることによって、髪の毛がギュッと引き締まります。ゴムの近くを1、2回ほぐしていきます。ツヤ出しスプレーを使います。湿気で髪の毛がパヤパヤ出てきてしまうと思うので、全体にオイルスプレーを振ります。手でなじませていきます。ヘアクリップを使います。ゴムの部分にクリップをつけたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、はい、ポイントは、ゴムを結ぶときに結構下目にくくる、それをすることによって大人っぽくなる印象になります。あとくるリンパを、今日2回やったんですけど、2回やることによって髪の毛が結構ギュッて引き締まってくれるので、まあ、1日崩れることがなく過ごせるかなと思います。はい、はい、で最後にちょっとスプレーちょっと使ったんですけど、これニーゼルの、スイングアップベールっていうスプレーで、どちらかというとツヤ出しのスプレーなんですけど、まあ、今の時期とかって結構こう髪の毛のパヤパヤした髪の毛が出てくるかなと思うので、オイルとかつけてても、でその後に最後でこうババッとつけてなじませるだけでだいぶ綺麗に髪の毛が見えるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、それでは次回の動画で会いましょう。はい、さよなら。